ありがとうございます。続けてふるさとを聴いていただきました。はい、というわけでですね、はい、今もう2曲同様歌わせていただいたんですけれども、はい、もう早速ね、次に行きたいと思います、はい、次の曲はですね、オープニングでも歌わせていただいた私たちオリジナル曲の夢見るいちごという曲を歌わせていただくんですけれども、はい、まあ、これには多分一度見ていただいた方は分かると思いますが、サビのところにね、とても可愛い振り付けがついている。そうだよね、うん、え、忘れたら大丈夫、はい、ついているので、そう、皆さんと一緒にやりたいなと思います、はい、ぜひ参加していただけると嬉しいです。そうですね、練習しますか。じゃあそうだね、はい、練習しましょう。じゃあ始め、ありがとうございます。そう、それは期待してた期待してたありがとうございます。はい、では初めにですね、ピンキッシュがやってみますので、皆さんちょっと見ていてください。いくよ、はい、せーの。いちごいちご、キラキラのいちご。やってる方がいらっしゃいますね。やばい、ありがとうございま す、ね、すごい見ての通りとっても簡単だと思うんですけれども、うん、はい、皆さんやっていただけますでしょうか。ぜひ、ね、よろしくお願いします。まあ最後ですしね。そうです ね理由にならない、はい、皆さんやっていただきたいと思います、はい、では初めに1を用意してください。1、ありがとうございます。あら、今日は参加率がいいですね。嬉しい、ありがとうございます。ではそれをほっぺにプスッと。あら、素敵、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではここからゆっくり始めてみたいと思います。せーの。いちごいちご、キラキラのいちご。皆さんできてますか。ありがとうございます。すごい。では今度はもうちょっとスピードアップしてやってみたいと思います、はい、そうですね。では皆さんもう一度ほっぺにお願いします。ありがとうございます。参加率がいいです ね、びっくりしました。本当に嬉しいです。ありがとうございます。では行きます。はい、このままずっとさ、これやったまま私が喋ってるとなんか皆さん辛いちょっと辛いやってて辛いですよね。行きますよ、せーの。いちごいちご、キラキラのいちご。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしいです、皆さん。ありがとうございます。ではですね、この振り付けは次に歌うサビの部分に出てくるんですけれども、はい、その前になったら葵ちゃんが、はい、はい、はいと言いますので、皆さんそしたらぜひ一緒に踊ってみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは聴いてください。夢見るいちご。
ていただきました。はい、皆さん一緒に踊っていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。すごいたくさん参加してくださって、ね、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ところで、まあ、今となっての話なんですけれども、もともとピンキッシュを知っていたよっていう方いらっしゃいますか？結構ありがとうございます。ちょっと予想よりもあって嬉しいですね。よかった、ありがとうございます。うちはじゃないか。あら、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。私たちはですね、はい、あの埼玉県の加須市の出身ということで、はい、まあ、加須市といえば、はい、いろいろ有名ですけれども、そうですね、これからはあれですかね、これからってまだですけど、鯉のぼりがね、そうなんですよ、とても有名なんですよ。100メートルの鯉のぼりがいるんですよ、うちの加須に。ジャンボ鯉のぼり、うちの加須にね。そう、100メートルって言ったら多分ここからあそこのなんか後ろまでありそうじゃない？もっとあるんじゃないか。もっとありますか？うん、わかります。だから目がもうは、全直径10メートルだっけ、目が。そうそうそう、目の直径が10メートルもあるんですよ。そんなでかい鯉のぼりが、そう、クレーンでね、釣り上げられて、そう、毎年5月の、あの、加須市民平和祭のところにね、はい、ゆらゆらと揺れてるんですけど、まあ、今年もね、そう、その平和祭あると思いますので、はい、よかったら皆さん、加須に遊びに来てください。はい、お待ちしています。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、あんまり喋ってもあれなので次の曲に行きたいと思います、はい、今まではあの童謡を中心に歌ってきて、はい、まあ、ゆっくりの曲だったんですけれども、次はあの14年前にブラックビスケッツさんがリリースして大ヒットしたタイミングという曲を歌わせていただきます。これはですね、私たちのスタッフとご縁がありまして今回カバーさせていただきました。2012年ピンキッシュバージョンということでね、はい、同じ作曲者の方にアレンジしていただいて、とても貴重な曲を歌わせていただきます。知ってると思うので、そうですね、手拍子して盛り上がっていただけたらなと思います。それでは聴いてください。タイミング、手拍子お願いします。
ありがとうございます。ありがとうございます。タイミングを決めていただきました。はい、ということで、ここで、はい、この辺でピンキッシュからちょっとお知らせをさせていただきます。2月の3日、はい、日曜日、私たちの住んでる川沿いの、ですね、はい、埼玉、あ、ごめんなさい、全然違う、大丈夫、関東三大不動尊の一つである、私たちの加須市にあります、はい、総元寺さんで、節分会に参加させていただきます。はい、こちら、豆まきっていうんですかね。そうですね、お菓子とかいろいろ投げ、そう、いろいろ投げさせていただきます。はい、はい、有名人の、ね、方もたくさんいらっしゃいます。そうなんですよ、小西さんとか、はいはい、松方弘樹さんとか、はい、竹内力さんとか、そう、あとお相撲さんのね、白鵬さんとか、そう、いろいろいらっしゃいますので、著名人の方たくさんいらっしゃいます。その中にピンキッシュも入れていただくということでね、ありがとうございます。光栄ですね。はい、ライブもやらせていただく予定ですので、はい、ぜひお越しください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そのため、はい、ピンキッシュのライブなどの情報はピンキッシュの公式ホームページでご覧ください。はい、私たち個人でブログやツイッターなどもやってますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、はい、次の曲が最後になりますね。はい、はいはい、もう最後になってしまうんですけれども、はい、最後の曲は、ピンキッシュのオリジナル曲を歌いたいと思います。とてもね、ノリノリの曲ですので、はい、皆さんぜひね、手拍子鳴らして一緒に盛り上がっていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは最後の曲聴いてください。ゴール、未来への光。